将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。ポケモンバトルの最強を決める大会、ポケモン竜王戦2024、主催株式会社ポケモン、共催読売新聞社、日本将棋連盟が2月25日、将棋の竜王戦七番勝負の舞台でもある東京都渋谷区のセルリアンタワーの学堂で開かれる、いずれも思考力を競うマインドスポーツと位置づけられるゲームの将来などについて、ポケモン社の石原恒和社長と藤井聡太竜王が語り合った読売新聞オンラインの記事です。ご覧ください。ポケモンと竜王戦の融合についてどんな印象を持っていますか？藤井聡太、2002年生まれ、愛知県瀬戸市出身。杉本昌隆八段門下、16年に史上最年少の14歳2ヶ月でプロ入り、最年少での棋戦優勝やタイトル獲得など記録を更新し続けており、昨年10月には史上初の全八冠独占を成し遂げた。藤井、私はポケモンとあまり接点がありませんでしたが、自分の世代ではポケモン GO、 2016年に配信を開始したスマートフォン向けゲームなどが流行っていました。最初にポケモン竜王戦と聞いた時はすごく面白い組み合わせだなと。これまで将棋は伝統文化の側面で捉えられることが多かったのですが、ポケモンとの共同事業でゲームとしての面白さが注目されるのではないかと期待しています。石原、僕自身も小さい頃から囲碁や将棋などを楽しんできました。ポケモンは生まれて28年ですが、将棋は数百年も受け継がれている。その背景をもっと勉強してみたいという思いでポケモン竜王戦を企画しました。2つは全く違っているようでいて、ある種共通する部分もありますし、共通する部分とは、藤井、将棋もポケモンカードゲームも1対1で対戦するゲーム。将棋は相手の手や構想を見て、それに対して条件の良い形を目指していくというのが基本的な考え方です。ポケモンバトルにもポケモン同士の相性があって、自分の構想だけでなく、相手の出方を見て作戦を立てる必要があるところは近いのかなと思います。石原、互いに自分の番でできることをやり、ターン制で勝負を決めるところはよく似ていますね。他にも共通する部分として、ジュニア部門は5、6歳ぐらいのやんちゃな子供たちも参戦していますが、冷静に落ち着いて戦ってほしいので、対戦前には握手をして、お願いします、と挨拶することを公式ルールとしています。藤井、将棋も礼に始まり、礼に終わると言われます。対局は勝負という側面もありますが、同時に相手とのコミュニケーションでもある。私も子供の頃はやんちゃなところがあって、周りの人に迷惑をかけてしまうこともありましたが、将棋を通じて少しずつ成長できたかなと思います。教育的な面で共通点があるのは興味深いです。一方、運の要素があるかどうかは大きな違いです。石原、将棋は運に左右されないゲーム。そこで僕は、ルールを変えて、もっと面白くできないのかなと思ってしまうんです。例えば、飛車と角を4枚全部集めたら勝ちとか、サイコロを振って偶数なら角、奇数なら飛車を動かしていいとか、藤井竜王は小さい頃、強い相手に勝てないのがきつくなかったですか？藤井、負けて悔しいと思うことはよくあったんですけど、それだけに勝った時、うまくさせた時の喜びが大きいです。ポケモンを含めた様々なゲームと比較すると将棋のルールはすごくシンプルです。その世界に少し入ってみると、想像以上に奥深い世界が広がっている。シンプルさと奥深さのギャップに惹かれています。将棋は長い歴史を持つ伝統文化ですが、近年は対局をエンターテインメントとして楽しむ、観る将が増えています。石原、恒和、1957年、三重県生まれ、96年にポケモンの原点となるゲーム、ポケットモンスター、赤、緑をプロデュースした。98年に、ポケモンセンター、現、ポケモンを設立。以来、社長としてゲーム、カードゲームなどポケモンのブランド全体を統括している。石原、将棋 AI、人工知能の形成判断が導入されたことで、
対局の見方はガラリと変わりました。先手が 95% ぐらいの勝率だったのに、失着で優劣が大逆転してしまう。対局の内容は分からなくても、評価値のバーが大きく動くのを見て人は感動するんですよね。ポケモンでも将棋界を参考にして、本大会のゲーム部門で AI の形勢判断を導入することにしました。藤井、ここ数年で将棋や e スポーツなどを見て楽しむという文化が盛り上がってきていると感じています。ただ将棋 AI によってミスが可視化されやすい一方、残念ながら攻守は可視化されにくい。そういうところを含めて将棋の魅力や対局の面白さをどうやって伝えていけるかが今後の課題だと思います。石原、ポケモンは世界に広がっていて、カードバトルでは相手のカードがタイ語だったりインドネシア語だったりする。でも絵が共通しているから、競技に出るレベルの子供たちは言語を超えてカードの意味が全部わかるんです。将棋の駒の文字はポケモンカードに比べればとてもシンプルですから、工夫次第で世界にどんどん広がっていくチャンスがあると思います。藤井聡太竜王は色紙にポケモン竜王戦の記号をしました。将棋界最高峰のタイトル竜王の名を冠したポケモンバトルの大会、コロナ禍の影響で2021年の第4回大会を最後に開催を見合わせてきた。3年ぶりとなる大会では、ゲーム部門、任天堂スイッチソフト、ポケットモンスタースカーレット、バイオレットとカードゲーム部門に、5対5で競う戦略バトルゲームポケモンユナイト部門が加わり、計算部門でポケモン竜王の座を奪い合う。2月25日日曜日9時より YouTube ニコニコ生放送で開始されます。最後にお願いがあります。2024年も藤井竜王名人の八冠継続とタイトル番勝負の連勝を期待し、また一般棋戦のグランドスラムも期待しつつ、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。